広島市内中心部で今日から路線バスと路面電車の運賃が220円の均一に改定されました。運賃を改定したのは路線バスや路面電車を運行する広島電鉄など7社です。広島市中心部では路面電車の白島線を除いてこれまでの190円から220円になります。均一運賃のエリアは広がりますが、多くの区間では値上げとなります。200円超えるのはさすがにきついかなと思います。値上がりしてる時代ですから、仕方ないといえば仕方ないんですけどね。運行各社は経営環境が悪化する中、サービスの維持向上のためとしています。